てるね、ついてるよ、ついてるね、ついてるよ、いつかまた輝くだろう、今宵の月のように。ちょっとしっとりしてみましたか？ついてるともみでございますよ。すごいですね、トコロジョージです。これほんと早く早くトコロさんとコラボしたいな。でも言ってるから絶対来るだろうな、引き寄せの法則。あとね、あれが欲しいんですよ、私。金はいいですよ。そうだよね、金はね、いいんですよ。何がいいかっつうとね、金はすごいんですよ。ずっと右肩上がりなんですよ。まあ、そんな話はね、あっちあっちのここほれワンワンにしていこうと思いますのでね、ああ楽しい、楽しくなってきた、また、ですね、そうそう、ほら本読みまた読み出したって言ったじゃないですか、成功者はなぜ神社に行くのか。これまだね、読み出したばっかなんですよ、パラパラって。まあ読んだところで20ページぐらいしか読んでないですよ。でもね、読めちゃうんですよ、僕でも。すごいんですよ、本当に。すごいですねって感じで。まあ最初の触りだけどね、神様、神社のさ、にいらっしゃる神様の表現がさ、好きなの、この。で、要は目に見えないわけでしょ、だから風だよねみたいな、風と一緒みたいな感覚だよねっていうことをおっしゃってるよね、この龍博士って方がさ、なんかさ、目とか耳とかの感覚じゃないじゃん、風が吹いてるねって感じるのって。あ、風だってなるじゃないでしょ。そう、その感覚だよねって、神様を感じてるってことはっていう。まあね、それでその神様自体の表現を知的生命体みたいな感じの表現って言っててね、次のページぐらいだとね、また似たような感じの表現してて、知的な空気って言ってるのよ。知的な空気って素敵な空気じゃないですか。素敵と知的と似てませんか。知的な空気よみたいなね、この表現なんかいいなと思ってさ、なんかそれが頭にガーって残っててね、知的な空気、素敵じゃないか、神様感じ、そんな感じ。いいですよ、それをね、その表現がいいなっていうのを伝えたかったんです。はい、いいじゃないですか、こんくらいの短さの動画。エンディングいきましょう。素敵な空気を感じながらエンディングいきましょう。はい、ヘイヘイホーヘイヘイホーヘイヘイホー、ついてるともみんヘイヘイホー、いいことあるぞ、ついてるともみん。はい、このチャンネルをねご覧にいただいた皆様に全ての良いことが雪崩のごとく起きます。よ、はい、あとチャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ポチッと押してください。本当に励みになりますのでありがとうございます。本当によろしくお願いします。素敵な空気を感じながら日々生活をしているついてるトモミでございました。はい、じゃあね、バイバイキン、ウィンウィン。